日報、国産自動車工業の保護育成を目指した自動車製造の許可制実施を目前に控え、トヨタは生産実績を求められていた。トヨタはすでに資本金をはるかに超える資金を自動車開発に費やしていたが、生産を開始するにはさらに巨額の資金を必要としていた。トヨタを潰すことになるかもしれない。だが今やらなければトヨタは永久に自動車を作れなくなる。もう後戻りはできない。喜一郎の陣頭指揮のもと、本格的な生産に向けての準備が進められた。喜一郎は実績を上げるため、トラックの生産を先行させながら、乗用車の量産に向け総合的な走行テストを 1400km にわたり行い、生産体制を整備拡充し、そして経験豊かなスタッフを招き販売網作りにも努めた。昭和11年4月 AA 型乗用車の生産を開始し、9月新型車の発表会を東京で大々的に開催した。こうして喜一郎たちはようやく自らの足で第一歩を踏み出したのである。自動車工業を確立するには大量生産を可能にする大規模な工場が必要であると喜一郎は考えていた。そこで愛知県衣町、現在の豊田市におよそ60万坪の広大な工場用地を取得した。三河鉄道から資材を搬入し、完成した車は県道まで運べば無駄がないと思う。また鋳造や鍛造などの前工程と機械加工などの後工程をよどみなく結ぶことができれば理想的なんだ。それの必要なものを必要な時に必要なだけ作る。喜一郎はジャストインタイムの発想による日本の実情に合った自動車の量産を考えていた。それは素経済部門をはじめ、機械加工、車体加工、塗装、総組み立てなどの工場が有機的に配置された我が国初の自動車一貫生産工場であった。昭和12年8月トヨタ自動車工業株式会社設立。昭和12年に衣工場の建設は急ピッチで進められた。この新しい工場が完成すれば、月産にして2000台、年産2万4000台の量産が可能になるのである。年産2万それは日本のフォード、GM 両社の年産台数に匹敵するものである。レベルって何で乗用車ってのは貴重品だったらね。昭和13年11月3日、衣工場は竣工の日を迎える。だけどよく幾多の困難爆撃に合わなかったね。主にそれらを乗り越えた。なんかもう少し後に爆撃する予定に入っとったとかしてよ。父これを辞任残し、我らこれを実践し、ね、自動車工業の生誕を生み、そういうかおよそ20年に及ぶ喜一郎の執念がついに実った。これで戦争がなくなって、そうそう、10年になって、そうそう。しかし時代の大きなうねりが喜一郎たちの大衆乗用車製造の夢を遠ざけていく。ああ、激しそうだ。世界の再生と帝国の現状を取り上げた情の途中を持って一つの長い戦争が終わった。戦争が終われば今度こそ大衆乗用車を作れる。
喜一郎たちの誰もがそう考えていた。しかし終戦直後の経済が激しく混乱する中で、数多くの企業が倒産へと追い込まれていく。トヨタでも資金が底をつき、従業員の給料も満足に払えない状況が続いた。2ヶ月にわたる労働争議が頂点に達した。赤さん知ってるやな。私には従業員の解雇が人生に勝ってるじゃない。人生にでこれ人生でやるじゃんね。喜一郎は社長を辞任した。激動の時代、喜一郎は周りの者たちに大きな夢を持つことの素晴らしさを教えた。困難に挑戦し仕事をやり遂げる喜びを仲間たちと共に分かち合った。仲間たちによって受け継がれた。若かったよ。昭和30年、国産乗用車トヨペットクラウン誕生。この年を境に日本の国産乗用車時代が本格的に始まった。謙虚だったよね、この人は。ね、